はい、どうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9の方やっていこうと思います。というわけで今回もこちらですね、絆アルバムのコーナーでございます。というわけでこのコーナーではですね、絆アルバムで見れる絆ストーリーを見ていこうよという動画になっております。というわけで、今回は、野崎優希と鈴木若菜のストーリーを見ていこうと思いますよ。では、早速第1話から見ていきましょう。ああ鈴若、そうやな、新しい立ち絵になってなんかトゲトゲしくなくなりましたよね。なんか可愛くなりましたね。なんかふう、いたた。わ、若さん、手のひらが真っ赤じゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫、このくらい平気よ。そこのアイシングバッグ取ってもらえる。はい、どうぞ。あの、ごめんなさい、私が遠慮なく投げすぎてるからですよね。もう少し気をつけないと。投手が遠慮してどうするの。野崎さんは気にせず思い切り球を投げたらいいわ。でもどうしても野崎さんが気になってしまうようなら、変えるべきは私の方だと思う。この程度でいちいち痛がっていたら野崎さんもやりづらいわよね。だから例えば椎名さんや近藤さんに。いえ、それは嫌です。私の投球を褒めてくれて、一緒に頑張ろうって声をかけてくれたのは若さんですし、私は若さんと二人じゃないと嫌です。ふふ。どうしたんですか。野崎さんって案外スパルタよね。え、それって要は痛くても私についてこいってことでしょ。そんなついてこいだなんて、そういうつもりじゃ。でも野崎さんの球を受けていれば、そのうちに手のひらの皮もきっと熱くなるはずよね。この痛みもそれまでの辛抱だから、よろしくね。あ、なんかいいやん。何それ。はい、一緒に頑張りましょう。野崎ちゃん、めちゃくちゃいい球投げてないってことは。それかもしくは鈴若のね、取り方があれなのかな。いや、でもなんか野崎ちゃんすげえ球投げてる感じしますね。うん。というわけで、じゃあ早速2個目見ていきましょうか。お疲れ様、野崎さん。はい、タオル。わ、ありがとうございます。もう10月なのにまだまだ暑いですね。10月でまだ暑いんか、嫌やな、なんか。ええ、どうした。スンスン。ちょっと若さん、何ですか。私、やっぱり汗臭いですか。いえ、野崎さんのタオル、なんだかとってもいい香りだなって思って。柔軟剤。あ、なんかめっちゃ女子な会話してますね。なんだ、よかったです、よかったです。きっと柔軟剤ですね。お洗濯とかは全部お母さんに任せてしまってますけど。あのお母さん、おー、いいですね。いいわね、野崎さんの家はなんだか上品そうで。確かに。うちなんかはもともと兄がいた名残で、ずっと男女兼用だったから、香りに凝ったものを使っていないのよね。お兄ちゃんはもう家にいないことだし、そろそろ柔軟剤変えてもらおうかしら。でも若さんのタオルの香り、実はずっといいなって思ってましたよ。ほんまか。そうかしら。それになんだか少し羨ましいです。え、それってお兄さんがいるからこその悩みじゃないですか。うちは私一人だけなので。そっか、野崎ちゃんは一人っ子やもんな。おい、ゆうきちゃん、チョスが呼んでるよ。はーい。何を読んだやろな、チョスは。羨ましいか。スンスン。悪くもないかしらね。なんやそれ、何浸ってんねん。はい、というわけで見ていきました。まあお兄ちゃん本当に好きってことですよね。なんかここで柔軟剤変えちゃうとね、その悩みもなんかなくなっちゃう感じがして、逆にちょっと寂しい感じしますもんね。うん、というわけでまあなんか鈴若のちょっと可愛らしい一面が見れましたね。そしてチョスは野崎ちゃんを呼んでましたけれども、一体ね、何をするのでしょうか。ということで、まあ多分続きとかじゃないんですけど、ラストね、最後見ていきましょう。今日の練習も頑張りましたね。なんだかお腹が空いてしまいました。あ、一緒に帰ってるんや。そうね。それならたまには近藤さんのお店でも寄っていく。お、いいね。わ、いいですね。私、あまり脂っこいものは苦手なんですけど、近藤さんの家のラーメンなら食べられるんです。あ、苦手なん。
それなら決まりね。いらっしゃい。ご無沙汰してます。相変わらずメニューがたくさんあって迷ってしまうわね。野崎さんは何にするの？そうですね、今日は結構お腹が空いてしまっているのでラーメンですかね。何ラーメンなんだよ。私もそうしようかしら。じゃあラーメンを2つお願いします。あいよぐー、めっちゃ腹減ってるやんの、野崎さんだいぶお腹が空いてるのね。ずるいですよ。今私のお腹と一緒に若さんのお腹もなりましたよ。ラーメンだけで足りるの？今なら追加注文もできるけど。若さんの方こそ何かいらないんですか？何その牽制し合ってるん。本当は食べたいんちゃうの？私は大丈夫よ。それなら私も大丈夫です。ぐー、あー、そんな顔するん。可愛らしいやん。ラーメン2丁お待ち。美味しそう、ありがとうございます。あとこいつも。餃子どうして？食い意地はいい意地だ。恥ずかしがらずに好きなだけ食べな。あー、かっけー、近藤父かっけー照れてもうてるやん。おいしくいただきます。いただきます。いや、平和ですね。いいですね。なんかあれですね、夏大会が一旦こう休戦に入りまして、こういうねちょっとのほほんとしたストーリーが見れていいですね。うん。そして今ちょうどね、あの全国大会やってますけれども、なんかそれのね息抜きにでも見てくれたらいいなって感じですね、これ本当いや可愛らしいな。なかなかいいお話じゃないか。結構いいですねこのシステム、すごい楽しいわ。うん。というわけで、全て見ていきましたけれども、いや、まあ、やっぱ女の子やからさ、ちょっと食い意地というか、あ、なかなか出せないですよね。ね、あの若ちゃんが食べるんやったら私も食うけどみたいな、野崎さんが食うんやったら私も食べるけどみたいなね、あるけど、まあ、なかなか言い出せないということでね、近藤父がねもう分かってるんですよそういうのは。うん。あの餃子を出してくれるというね、すごい優しいお話でございました。はい。というわけで、まあこんな感じでね、いろんな他の選手の、絆のストーリーも見ていこうと思っておりますので、皆さんよかったらチャンネル登録して、お待ちいただけるとありがたいでございます。そしてまあ再生リストもね作っておこうと思いますので、気軽にね、いつでも見に来ていただけたらなと思います。はい。というわけで、じゃあ本日はこの辺で終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひねフォローの方よろしくお願いいたします。というわけで、また次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、チョスイムラミスイさんのチョスでした。バイバーイ。